久しぶり。一ヶ月ぶりだな、カービィ。そんな期間空いてたの？というわけで、今日はね、ストーリーをクリアした後に追加される、このメタナイトで5リターンズをやりたいと思います。どういうモンドなんだろうね。メタナイトを操作するのはわかるんだけどさ、あのメタナイトで行くクールな回復、タイムアタック。回復アイテムは少ないぞ。敵を倒してポイントゲット。下画面のボタンをタッチ。下画面も使うの？新型ボスと最強の敵が待つ。カービィがお昼寝している。その間につぶせカンパニー。あ、イフの世界線なのね。あの、カービィが倒しに行かなかったイフの世界線か。なるほどね。了解。メタナイト！おお！メタナイトだ！本当にメタナイトなんだね。すげえ！本当にメタナイトだ！メタナイトを操作するんだ！マジか！お、いいねー！よいしょ！よいしょ！ほい！おお！メタナイトいいよ！いいねー、メタナイト。買い替え玉少ないから、食らわないようにしないといけないってことだね。でも、やっぱいいな、メタナイトを操作できるって、なかなか、え、これもしかしてさ、メタナイトを操作するってことはさ、すべてのステージをやるってこと？メタナイトで。そういうことになるのか？これ何？これ多分回復アイテムかな？おら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 。スマブラのね、スマブラ X でね、最強だったからな、メタナイト。いいね。ってか、滑空能力もあって素晴らしい。これは、これは楽しいぞ。じゃあ、ちょっと待って。通例の儀式やってもいいじゃん。メタナイトもペコペコするんだ。ちょっと通例の儀式をやりたいと思うんで、ちょっといいっすか？はい。おお！なんだ、倒せんじゃん。飛び越える必要なんてないんだ。さすがメタナイト。ほい！いいねー。じゃあメタナイトも、メタナイトがワップスターに乗った。不思議ではないことなんだけど、やっぱ不思議だわ。いや、うなずくな。ってことは、今までのステージのボスを全部やるってことか、メタナイトで。え？ってことは、あいつが出てくるってこと？おい。おっと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 。あ、やっぱ今までのステージやってるね。今までのステージ見たことあるわ、ここ。既視感あるね。1ヶ月ぶりにやるからさ、どんなキミックかもう忘れちゃったんだけどな。まあ、IC キューブは回収しなくて良さそうだね。タイムアタックっていうだけだから、そんな、意識して回収するものはない。おお、危ないなぁ。危ないなぁ。見ていて心配になるプレイじゃないの、これ、視聴者が。視聴者が見てて心配になるプレイをしてないか、俺は。で、こっち行って、お、バドゥーディがいる。あー、なるほどね、回復アイテム。あ、下ボタンの回復とかないんだ、よく考えたら。カービィの場合は食べ物があったけど、メタナイトは食べ物がないから、ストックできないんだ。このメタクイックとかヒーリング、お、ってことは？ってことはだよ？あーちょっと変わってる。ちょっと変わってやがる。あ、これ確か逃げるんだっけ？ミスピー変わりやがった。あ、一応ガードもできるんだね。ただ HP はやっぱ減るか。無謀なガードより避ける。うわー、メタナイトでやるんだ。すごい。6ステージ全部メタナイトでやるってことやんね、多分。この必殺技も気になるけど、こいつ倒せないんだよね、確か。こいつ倒せないよね。あー、あんまり攻撃効かない感じだよね、確か。元々の面は確か逃げる面だからね。で、こうして、こうすると、こいついけないから、地団打踏むんだよね。悔しそう悔しそうだな、あいつ。技多くね？めっちゃ技あるじゃん。なんかスマブラの技あるぞ。マッハトルネード、シャトルルーブとかさ。え、こんなに色々あんの？めっちゃあるじゃん、技。あ、ありがとう。こういうのもあるんだね、ちゃんと必殺技。ヒーリング、
既存エージ体力を全開する。 Y でも使えます。あ、ちゃんとボタンでも使えるようになってんだね。ギャラクシ、あのメタナイツがオールスターで登場。あーそれ見たいな。見たい見たい。普通に見たいわ、それ。へえ。ちょっとスマブラの技まであんの面白いな。ちゃんとコマンドがあるってのがすげえな。ダッシュ空中で下 B とかさ、下上 B とかさ、コマンドじゃん、完全に。へえ。だけどね。何になるんだろう。はい。危ない。ああ、はは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 。お、でもある程度ステージは飛ばされてる感じがするな、こうして見ると。ある程度ステージはちょっ と割愛されて、あの大事なステージだけあるって感じだね。いやー、これはでもさ、一本で撮るんだったら長くなりそうだね。まあ、ある程度割愛していこうかな。あ、おー、メタナイトも電池持つんだ。メタナイトもこういうカービィと同じことができるんだね。さすが。あ、やっぱ見たことあるステージだな。でもある程度飛ばされてるよね、これ多分。じゃあ、ちょっとある程度カットしながらね、ステージを振り返っていきましょう。自分も1ヶ月ぶりだからさ、もう忘れてるな、ステージのギミックとか。なんだこれ、壊せんじゃん。来い。うおっ、で、壊せるんだ。さすがメタナイトだな。こういうの壊せんだ、別に。避けなくていいんだ。さすがカービィと違ってさ、やっぱ、そういうところはあるんだね。パワフルなところは。あー、普通の地上ステージか。いや、もうね、やっぱ強いよ。いいねー。このスマブラの特有のマッハトルネードね。これもいいよな。攻め手には困らないね。だから、敵の攻撃をいかに避けつつ倒しに行くかだね。何これ、これはなかったよね。メタナイトのスイッチ、これってことはさ、あれだよね。ギャラクシアの飲むか。あ、次回遊ぶときは続きからここから再開できます。あ、セーブポイントなんだ。ありがたいね。すべてのステージをやるって考えると確かに。あ、だから時間も今止まってる。9分55で。なるほどね。まあ、確かに全部のステージを一気にやるのって大変だからな。あれ？あ、そっか。ステージ全部やってるから。え、これステージ本当に全部やるの？相当長いよな。ロボットのさ、中ボスはいなかったね。あれなんだっけ？インベードアーマーだっけ？なんかそういうやつもいなかったよね。ああ、危ない。どうしよう。ふっ。あ、いた！中ボスとかいなかったから、ある程度活躍されてて、でも重要なステージはあるな。このヒーリング使って、あ、違う。ヒーリングを使って HP を全回復できるから、あんまやられる心配なさそうだけどな。回復アイテムはないだけで、やられる心配はなさそうだけどね。あ、宝箱何が出るんだろう？ IC キューブから。あれ？あ、ああ、なるほどね。単純にメタナイトのポイントが手に入るだけか。うん、ちょっと残念だな。ちょっと残念だけど仕方ないか。これは IC キューブだもんね、本当は。ってことは、あ、痛いな。壊したところもそうか。捕まってるときは剣触れないよね。あっつ！やばい！ちょっとこっちは今話してんだからやめてよね、本当に。話してんだからこっちは人が。人が話してんでしょうが。人メタナイトって人なの？あ！え！これどういう扱い？メタナイトが無敵キャンデーって食べれんの？食べれるわ。メタナイトが無敵キャンデー食べることもできるんだ。マジかよー。あ、チボス来る。キングズヌーだ。うおー。ちょっとキングズヌーが。キングズヌーがすごい勢いで倒されたぞ、今。いいのか？今のは。やっぱり BGM 違う。カービィの時にこんな BGM じゃなかったもん。
あの、プププランドの BGM ではあるんだけど、自分の知ってる過去作の、痛い。ちゃんと、そういうの再現されてんだね。あ、危ない危ねえ。こういう BGM に変わったりもするんだ。すごい。メタナイトで GO は単純に同じステージの繰り返しであるけど、 BGM の変化によってさ、楽しませる要素があるんだね、こうやって。いや、いいじゃん、粋なステージじゃねえか。ヒーリング使おう、ヒーリング使おう、ヒーリング使おう。はい、ヒーリング使う。はい、危ない危ない危ない。おお、曲違う。てて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 、曲はちゃんと違う。ダダ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 。え？あ、ザンギブル、ゴールド色になりやがって。あ、ちょっと待って、風吹いてる。てかさ、今回は遠距離攻撃がないが、早っ！早い！遠距離攻撃がないんだ、カービィと違って。遠距離攻撃がないから、近接しないといけない。いて。ザンキブルが来たってわけか。ゴールド色だな。よし、オッケー。この BGM いいな。メタナイトアレンジかな。おや？この、あ、この曲ってあれじゃん。もう来るね。だって、ある程度ステージは割愛されたけど、ボス前だ。じゃあ、ここに待ち受けてんのは、あ、ボスだ！よし、行こう。17分経ちました、ここまでで。あ、もう初めから来る？そのパターンで。どう来る？ウィスピー変わったねー。ウィスピー防具。そうか、近接しないといけない辛さあるんだ、これ。カービィの時は遠距離でよかったのに。遠距離でよかったものができなくなってる。やべえな、これ。これ破壊できる？もしかして。破壊できる、破壊できる。あっ、機動力活かしていくしかねえな。メタナイトの機動力だ。鍵は。マジでメタナイトの機動力だぞ、これ。え、メタナイトがさ、全部やるってことでしょ？すごいこと考えるね。しかも、ボスも強くなって、ボスも強くなってるしさ。下手なプレイできねえぞ、これ。これさ、メタナイトで GO を使ってみたいんだよね。あ、いた！ちょっと待って、ダメージめっちゃ与えづらい。よし、オッケー。とりあえず、次の段階行ったね。これ確か 3D の面になるんだよね。3D 面になるね。こっから。こっからだ。まだまだこっからだな。でも近づかないといけない。メタナイトの歓迎場。あ、この土地は無敵なんだ。無敵判定あるな。攻撃に。攻撃の途中に無敵判定がある。一部の。今気づいたけど。今更やな。すげえ今更やけどな。それ。こういうことか。こうやってカウンターをしていくんだ。カービィの時にもあったっちゃあったけどね、無敵がいっぱい。いた！やばい。この位置やばい。危ねえ。で、こうやって、やるんだよね。オッケー。分かってきた。マッハトルネードが強い。オッケー。さあ、ここからは、また再び、2D 面に戻って、メタナイトで GO やりたいな。メタナイトで GO。とどめに出すか。痛い！メタナイトで GO 出すか。こっちに降りてきたとき。あ、そうか、ドリル来んのか。ドリル破壊できるんじゃねえか。破壊できるね。よし、メタナイトで GO！
お、メタナイツ。メタナイツだ。確かにメタナイツが出てきたな。必ずあのヒットする安全な攻撃だね。うん、うんじゃない、メタナイト。やめてよ、レベル1 19分とか出すの。なるほど、すれ違い通信とかあれば人のタイムとか見えたりするのね。レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5、レベル6。いっぱいあんな、これ。すべてのせいじゃんのか？すごいこと考えるね。